みんなこれを見てくれ、レートが3000を突破したいやーもうね、本格的に速いやつと走りてえなと思って、3000までコツコツ上げたわ。さあ、どんぐり、高えなー高え高え、7000、4000、5000、5000、4000がいるなー。やっぱね、1000、2000のやつらとずっとやってるとね、ただの初心者狩りでしかねえんだよな。さあ、バナナ3つで、おっとっとー、危ない、ちょっと待って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 、あったったー、早速、天才と俺の一騎打ちか。どっちが本物の天才か示そうじゃねえか、おい天才。さあゆっくりでいい、あの天才との対決俺は楽しく、勝ってくれ、こっちかしこまえ、顔でもいったったった、おっきいぞ。さあ天才との一騎打ちが、いいを取った、あがいいを取った、いいを取った、1位になった。さあ結局一番速かったのは陽気説、陽気説、陽気説、いいぞいいぞ、水曜日美のダウンタウンで取り上げろ、結局一番速いのは陽気説。さあ俺にぶつかってきてる、3周目。正直にみんなにこの気持ちを伝えよう、緊張している。やめろーやめろやめろやめろー、お前この距離感で、青コーラお前さ、まだ俺高い列帯に来たばっかなんだからよ、青マジ、赤コーラやめろ、赤コーラマジでやめろ、マジでやめろ、うわうわあっ、ちょっとくれちゃって、あしゃべらなくなった、はい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 、結局天才は俺のようだったようだね、クソな子供がよ。はいはい、200、あ、ついに200が来てしまった、200が来た。ただみんな、200でも俺は速いっていうのを証明してやろう。もう別ゲーなんだよね、200になると。ほぼちょっと感覚がさ、もうほぼブレーキしながら走るみたいな感じだよね。平等に速い、ちょっと待て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 、速い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 、ダメだ、ついていかねえスピードが。だからあいつらもついていけてねえ、おめえらもついていけてねえよじゃねえかよ、おい焦ってんじゃねえの、あれ 200cc でも結局このアーっていうやつがめちゃくちゃ速いじゃねえかって焦ってんじゃねえの。俺が一番焦ってるよ、走れハム太郎、とっとと走れハム太郎、とっとと走れハム太郎。おいおいおい、画面止まったじゃないか、おい、ちょっとお前画面は味方しろ俺に、どこここどこここ、おいちょっとクソ雑魚がよクソがよ、おいふざけんな、お前画面完全に固まったぞ今、ここ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 がもうブレーキしながら走んなきゃいけない、ブレーキしながら走んなきゃいけないよ、しっかりよ、ゆっくりでよ、ゆっくりでよ、くんな赤コーラ、赤コーラ、くんな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 、これは仕方ないのことなのか。まあ3位か、くたばれ雑魚、くたばれ雑魚、くた、くそ邪魔だこの木の病、よしアイテムが危ない、クソ危ない、さあ、あ、しゃあしゃあしゃあ、あ、危ない、しゃあしゃあ、あ、間違った、だが走れとっととハムだろ、走りづらすぎるなんだ 200cc の走りづらさ、だが捉えたぞ1、お前には赤コーラの洗礼を味わわせてる、ボケー。さあ行こう、走れ走れ、くらえあの赤コーラを、たれーくらー、あらわら、いけ、最後に抜け、来た、なぜだ、なぜ1位になれたんだ。どこでもいいけど、マリオサーキット希望、もう200は本当に勘弁、 200cc もうやりたくない、全然勝てねえ、もうこのレース喋ってねえから全部なかったことでいいや。任天堂さん、任天堂さん、マリオカート切ってこっちか、しかマリオサーカットマリオカート制作者様、やったぜー。さあラストレースだー、さっきのは本当になかったことにさせてもらうぞ。 200cc とね違うところはね、喋れるところですね。 200cc はねもう喋れない、何をやっていいかもわからないし、 200cc のレースをねうまく実況してる人はねすごい、ゆっくり行け、危ない。さあ結局150だったら俺が1位っていうことを証明してやるんだよー。はい、でも来い、あ、ぶつけろバナナを、はい、1位を争え、1位を争え、王者たちで1位を争え、あっ絶対ここの仕掛け何なんだよ。よしよし、まだいける、まあ緑コーラとボムか、こいつらだこいつらだ、あ、危ない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 、クソだよ、お前一人で食らえよ、クソクソ、ここでどうだ、クソ、いざいけ、先発しろ、ゴクバナナー、頑張れ、最後に赤コーラぶつけてちょんちょんちょんよ、ちょんちょんちょんよ、ここで食らわせて、やっちまったー、だー、攻めてさい攻めてさい、もうや
やめて、もうやめて、もうやめて、なんで3位だったのかさ、9位、今日もマリオカート8デラックス出た。なんか嫌な予感すると思ったらお前俺じゃん。さあどんぐらいレータンのから私の偽ヨーキーくんは、高えよ6375は高えよ。さあヨーキー、てめえは俺の眼中にない。言ってやれ言ってやれ、ぶっ飛ばしてやれ。ちげえな、やっぱりレート高えやつらが多いと。おお、さあサイドのやつ取ってくるか。いいね、もうぐちゃぐちゃだね。これ何のゲームやってるかもう分かんなくなってくるね。抜き出せ陽気、おい抜き出せ陽気。ここでコインをしっかり集めろ。コインを集めて10倍にして、そっからだ、そっから俺のレースは始まる。おい、そっから俺のレースは始まるんだ。うん、5位にいろ、5位にいろ、5位にはいろ、5位にはいろ、5位にはいろ。いいぞいいぞ、しっかり右曲がり左曲がり食べて、よきよくえ、俺が本物っていうの証明してやってんで、ボケ。いくぞ、怖いところあるな、少し。ざまみるじゃが。オッケー、いいよ。はいーよ、いいぞいいぞ。アイテム取りたかったらちょっとでかいな、ここしっかりアイテム取りたかったな。1位が早すぎるんだよ。やめろーやめろ、ちょっと使い方見せた。しっかり、しっかり、しっかり。あいつ何持ってる、あいつ何持ってる。ここ内側行くか。内側に行け、危ない。しっかりよ、ゆっくりよ。ナイス、あ、怒られた。もうこの緑コーラに当たるのが一番恥ずかしいわ。でここジャンプして赤コーラ4連きた。ずる、投げてけ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 、いいぞ。ここでどれぐらい縮められるかだな。ジャンプして最後のアイテムキノコか。でもダメだ、1位が早すぎる。はえ、1位が本当に早い。俺もまあまあ早いはずなのに1位が早すぎる。お前、おい、偽物の方微妙な順位取ってんだお前。お、高いぞ、た、高くないか、これ高くない。俺下から2、3番目ぐらいだ。後ろ姿しか見えないけど、お前らいい面構えじゃないか。今日のマリオカートのこのレースで私あえて縛りプレイをさせてもらいます。アイテムを一切取りません。取ります、アイテムは使います。そういうゲームなんで使わせていただきます。邪魔くせえぞお前よ。おい、なんでだよ。ちょっと待って、アイテムなんで取る。お前ら取ってんじゃねえよ、タコナスビ野郎のくせによ。おいおい、落ちんなよジュゲーム、そこは見逃せよ。このボムは怖いところですね。このボム非常に使いどころ。ナイスだおこら、俺の言った通りにする。お前らはいいぞ、偉いぞ。よし、ゆっくり行って、ゆっくり行って。コインを取りたい、コインを取りたいところだけど、コインを、何ここもう変なアイテムやろ。もしここでバナ、危ない、バナナお前上のところに置いたんじゃねえよ。ケイド、ここは左に行こう。たれー、これアイテムラスト、ラストかかってる、ラストかかってる。コイン来た、1、2、もういい、投げろ、3、1個はつけとけ、1個はつけとけ、1個はつけとけ。やばい、もう1個つけとけばよかった。なんかほえー、ショートカットのアイテムは俺が一番欲しいってたやつだけど、赤コーラで我慢してたのにお前らがそれ使うと意味ない。この高いやつらの中で1位っていう数字を見たいよな、みんな、みんな見たいよね。なるほど、聞こえない。キヨさんは割とそこそこ普通には走れるんですけど、ショートカットを覚えた方がもっと速くなると思いますと視聴者の方に言われて、一切ショートカットを覚えてない。あそこ、あの豚を抜くわけにいかないんだよ。豚フライ後ろから、ラッキー豚、ラッキー豚、俺に食らえな。おいー、キノコ2つ、はい、あーうまい、はい、あーうまい、うまい。あいついいところに置くねー。早くアイテム決まってくれ、早く。いや、来てる来てる来てる。なんかさ、ラグになるかわかんないけどさ、さっきの同じアイテムの連チャンなんだけど、まあいい、まあいいや、まあいいや。おい、あいつら、あいつら争え、あいつら争え、早く決まって、アイテム早く決まれ、早く。ラッキー、1、2の3、なんかよくわかんない感じで終わりましたね。納得いかない。